大変長らく市民球場です。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の京山、対するジャイアンツの先発はルーキーの山本、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。右の京山マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは重信。第3球打った、ライナー破った、重信ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。次は5球目、投げた、空振り三振、バットアウト。最後は149キロストレート。右バッターボックスは3番広岡。第3球を投げた、空振り三振、京山ナイスピッチング。バッターは4番勝木。第4球を投げた、148キロ直球、空振り三振、三者連続三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと。ベイスターズ大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。2回の表、2点を追いかけます。ジャイアンツの攻撃、先頭バッターは指名打者秋広。第9球、初球打ち、ライトへ行った、ワンバウンドヒットになる。秋広いいバッティングを見せました。バッターは6番菊田。背番号60。第3球を投げた、打ちました、伊藤掴んだ、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。右バッターボックスは7番湯浅。背番号00。投球は3球目、二塁ランナー走った、キャッチャー三塁送球、間に合うか、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。次が4球目、投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。2回の表が終わって2対0、ベイスターズ2点リードは変わりません。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは田辺。田辺第1球投げました、ボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、打った、これは強烈、さらに伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、渾身のストレートを完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。3回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中山。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきます、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番小林。小林背番号22。第3球インロー、空振り三振、京山3球で仕留めてみせました。投げた、低めのボール引っ掛けた、キャッチャー落下点に入りました、取って、これで3アウトチェンジ。京山三者凡退に抑えています。3回の表が終わって4対0です。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはウレーニャ。第1打席はスイングアウト、149キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。149キロ直球、空振り三振、2者連続三振。第1球投げた、打ちました、グラブ弾いた、一塁はセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。指名打者秋広。第1球初球を打ちました、伊藤ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツファーストランナー残塁。4回の表が終わって4対0です。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは田辺。投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、スラーブ見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げました、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、
場外への特大ホームラン。ソロホームラン、2打席連発、ストレートを狙い打ち。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあリプレイです。5回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは菊田。最初のバッター、カットボール、空振り三振。京山、見事なピッチングです。投げました、低めの球、見逃し三振。京山、見事なピッチングです。第9、投げました、初球打った、ピッチャー返し、抜けた。中山、ナイスバッティングです。バッターは9番小林。今日の第1打席はスイングアウト。第9、投げました、初球打った、抜けた。ボールは中継、一塁送球、セーフ、一塁はセーフ。小林、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。見逃し三振。京山、3球で仕留めてみせました。5回の表が終わって5対0、ベイスターズ5点リードは変わりません。ゲームはこれから後半6回に入ります。トップバッターはウレーニャ。ここまで2三振と打った、田辺下がっていった、田辺掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番広岡。ここまで2打席連続三振、打ちました、サード左、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番勝樹。今日3打席目、投げました、打った、破った。勝樹、ナイスバッティングです。バッターは DH の秋広。投げた、打ちました、取りました。これで3アウト、一塁ランナー勝樹残塁に終わりました。6回の表が終わって5対0です。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で田辺、今日に初球、セカンドライナー、これでワンアウト。試合は終盤7回に入ります。この回の先頭バッターは菊田。今日はサードゴロと打ちました、初球打ち、セカンドから一塁送球、アウト。菊田、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、おっとデッドボール、これはデッドボール。次が4球目、投げた、打ちました、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、打球が転がっている、ボールは中継。中山、いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。京山降板、右の斉藤、今日2番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第2球、投げた、打ちました、三塁ランナーホームに突っ込む、破ってった、ライトバックホーム。ジャイアンツようやく1点を返しました。よう、タイムリーヒット。ベイスターズなおもピンチが続きます。投げた、打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、ボールは中継。ジャイアンツ点差を3点に縮めました。重信タイムリー、ベイスターズなおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日2三振のウレーニャ。第3球を投げました、打ったに当たりだ、センターへの打球、これはヒットになります。センターからサードへ、ジャイアンツ点差を2点に縮めました。ウレーニャタイムリーヒット、ベイスターズなおもピンチが続きます。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、広岡今日はここまで3打数、打った、二塁ランナー三塁へ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。7回の表が終わって5対3、ジャイアンツあと2点を追いかけます。伊藤降板、右のヘイナイ満塁の場面での登板です。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第9、投げました、ボール。第2球、投げました、ボール。第3球を投げました、直球ストライク。第4球を投げました、
低め外れてボール。第5球投げた、まっすぐ見送ってストライク。ランナー一斉にスタートします。ファール。第7球をランナー自動的に打ちました。痛烈、左中間大きいぞ。入った入った、ホームラン、満塁ホームラン。田辺、なんとこれが今日3本目。ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。8回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは勝木。投げた、スプリット、空振り三振。斉藤、ナイスピッチング。代打は中田に代わりまして、中田背番号10。第9投げた、初球を打ちました。ボテボテの当たりはサードゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番、菊田。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、148キロ直球、空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。斉藤、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。8回の表が終わって9、いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは湯浅。第9投げた、初球打った、フラフラっと上がった、田中落下点に入った、セカンド取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番、中山。今日はここまで3打数2安打。投げた、打ちました、抜いていった、中山、いいバッティングを見せました。バッターは9番、陽。さあ4球目、外、空振り三振。バッターはトップに帰って重信。今日はここまで4打数2安打。打った、センターへ飛んだ、センター前ヒット。ボールは中継、重信ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。背番号94。第5球投げました、見逃しの三振。ベイスターズ大差で勝利しました。試合終了でございます。ご覧の通り本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの勝ちでございます。勝利投手京山。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。